はい、どうも、トワイスです。今回もロックマンダッシュやっていきたいと思います。パート7ですね。カードンの森の奥の遺跡でジャンプパーツを手に入れましたので、それを使って、別の遺跡の方に移動して、こちらの探索をやっております。正直、ここがどんな遺跡かっていうところまでは私もちょっとわかりかねますので、まあ、とりあえずこの探索が済むまでは、お付き合いくださいと言いますか。そんな感じですね。まあやっぱこういう遺跡の探索がメインのゲームですからね。はい、よし。あとお金をしっかり貯めて次の戦いに備えたいっていうのが一つあるので、すいませんがよろしくお願いします。あとゲームオーバーを避けるためにですね、とある特殊武器の強化をしたいんですよ。まあそれのためにもちょっと今お金を貯めているという感じです。ここはどこだ。まあでも来たことがないですね。マップは表示されていないということは。さあ何がいる。そっちじゃねえ、危ない。歩く爆弾が多いですね。特に壁の穴なんかもあった。あったあったあった。よし、壁に穴が開いてる。盾みたいなものを見つけた。おお、これはいいですね。こっちじゃない。ロックオンは近くの敵を自動で狙うので、まあそっちじゃねえっていうのはよくありますね。よいしょ。はい。他に壁に穴はないかな。あってほしいけど。お前またトラップだったりする。1620銭を手に入れた。はい、お金はいつでも売れ。おお、危ない。お前いたのか。特にないですね、穴は。これは盾みたいなものでしょ。じゃあこっちから行きましょうか。わお、わお、痛い。ちゃんと確認してから移動するべきでしたね。よし、次は。あら、他のエリアに行っちゃいましたね。はい、ここはマップが表示されてるってことは、ちょっとだけ来たことがあるってことですね。おっと、トラップが来た。痛い。よし。トラップボックスは結構稼げますからね。お、こっちにもなんかある。なんだ。1180銭。ありがとうございますと。まあ、こいつが邪魔だから倒すとして。今バスターユニットを見つけた。ありがたい。これは確かロックバスターパーツだったな。攻撃プラス1、射程プラス2。ん？これ確か、そうですね、これ確かあれですね。何だったかな。ジャンク屋で買えるパーツですね。あんまりいらないかな。弾数、射程距離に、攻撃プラス2。まあ、さらに攻撃型にしても。いいか。ちょっと攻撃重視でいきましょうか。おっと。ああ、バスターが強いと楽ですね。じゃあまあ、この攻撃重視の装備でやらせていただきましょう。さて、やるべきは。次にやるべきはどこだ？こっちは確か行ったことがあるから、行ったことがないのはこっちか。あ、そうだ、グレネードアームまだ使ってませんでしたね。こんな感じです。まあやっぱ爆風は連続ヒットするので使いやすいですね。おーおーおお、消えちゃった、残念。さあこっちには何があるかな。
ここはマップが表示されているので来たことがありますね。この配置どこかで見覚えが。ああ、カトロックス島に来て一番最初の遺跡のところまで戻ってきました。まあこのようにですね、各遺跡はつながっているんですね。さて、あと行ってないところは、ここだとこっちかな。こっちに行ってないのかな。一応こっちは来たところではありますが、確かこっち側の通路に行ってなかったので、こっちの探索ですね。ん？何がいる？おお、カニじゃないか。こいつが倒すのが時間かかるんですよね。バスターで撃ってひっくり返して、ひっくり返った状態じゃないとダメージが通らないと。まだいる。壁に穴が開いている。中を調べてみた。キラキラしたものを見つけた。うん、ああここはあれに任せますよと思ったけど、バスターが通らない。どうしたらいいんだ。今一発いったね。早送りか何かになるかな。はい。うん、ちょっと時間かかりましたが、こんな感じです。そうだな。でもこいつちゃんと倒さないと突進してきて面倒なんですよね。よし、オッケー。まあお金にもなるんでちゃんと倒していきましょうか。まだいたか。ああ危ない。よいしょ。ひっくり返して無視してもいいんですけどね。やっぱちょっと今はお金が欲しいので、ちょっとバッチリ倒させて、バッチリ倒させていただきます。はい、オッケー。よし、じゃあまだいるか。本当に攻撃力重視のバスターの設定にしといてよかったな。よし、さあまだ出てくるとか言うなよ。 OK。さて次は、ここもまた初めて来るところかな。ここはまだ行けないところですね。ここもまだ行けないところか。ちょっと行けないところが増えてきましたね。じゃあこちらへ。なんだなんか思いっきり戦ってる音がしますけれども、ペンライトを見つけた。はい、とりあえずここで打ち止めですかね。もう行ける場所は多分ないよね。ここはカメがいたと。特に壁の穴なんかもなさそうに見えましたし、これか。はい、これは調べたな。
あと行ってないとこが、正面。あ、ここまだ行ってませんね。さあ、こっちは何があるんだ。触るとダメージを受けるものがありますけれども、今のところこれぐらいか。特に壁に穴なんかも見つからないです。あった、壁に穴が開いてる。中を調べてみた。ディフレクターのかけら4520銭、ありがたい。おっと穴だ、ありがたい。なんだ、780銭。なんか荒ぶってますけど、この先何かいるのか。はい、おっと危ない。なんだ、おおおお、はまってる。かわいそうに早いなこれ。てい、てめちゃくちゃ食らう。これでオッケー。まだいそうだな。よし、何もいない。まさかあのトラップあそこまでダメージがあったなんて思わなかったですね。ここもまだいけないところですね。ってことはここか。よいしょ。ジャンプパーツがないと来れないところですね。壁に穴なんかもなしと。はい、では連射用シリンダーを見つけた。うん、よし。じゃあ、お、ここの間に何かありそうですね。あー、これまたあのトラップのところ抜けないといけないのか。やばいな。いけるか。はいはい、よし、オッケー。痛いですからねあれ食らうと。一応踏破したっていうことになりますかね。これここだけちょっと入れてないけど、こっちじゃないか。あ、こっちか。ここをこういって、まあ敵は全部倒してるんで、そのまんま進めば。おお、危ない、怖いねー。よし、こちらから地上に出ましょうか。ん？こっちも行ったよな。あ、行ったね。ちゃんとこういう細かいところまで踏破してないとマップが見づらいので。うん、オッケー。じゃあ確かここがカードンの森の奥の遺跡に戻るとこですね。はい、よし。じゃあ、ここも行ったね。大丈夫だね。うん、
大丈夫だね。じゃあ戻りましょう。じゃあ HP はバッチリ回復するとしての、まずアイテム開発ですね。はい、できたよ。連射用シリンダーからロックバスターパーツ、マシンガンバーストができました。このロックバスターパーツをね、一度に撃てる弾数と連射速度を上げることができるよ。敵がたくさんいるときなんかに有効なんじゃないかな。まあそう、武器はまだいいとして、ちょっとエネルギーチャージをお願いして、サポートカーでセントラルタウンの方に向かいましょう。はい、着きました。セントラルタウンっていうけどどこなのかな。あー、ちゃんとここに車置いてくれるんだ。はい、街がちょっと壊されてますけれども、ちょっとゴミ箱を調べていきましょう。実はここで欲しいアイテムがあるんですよね。これです、ブルムベアの腕パーツ。これが欲しかったんですよ。じゃあちょっとサポートカーに戻って、間違えた、アイテム開発をお願いしましょう。はい、ブルムベアの腕パーツからマシンバスターができました。連射性が抜群の特殊武器、敵が多くても大丈夫だけど、あんまりパワーがないから使いどころを考えてねと。次のステージ、次の遺跡に行くときにちょっと空賊と一戦交えるんですけど、その時に使う武器としては、私はパワードバスターかもしくはマシンバスターがいいのかなと、個人的に思ってるので、このマシンバスターで行きたいと思っております。じゃあまずこのマシンバスターを強化しましょう。弾数かな、とりあえず56,000、すげえ溜まってる、8,000。はい、まだ伸ばせるか、あー微妙だな、12,000か。いいや、と射程を上げましょう。で威力3400、10,000、最大か。じゃあもう強化しちゃいましょう。最大だな。弾を広げて発射、迷うとこですね。 FPS とかだったら集団率を上げるっていうのはいいことだと思うんですけど、まあいっか。連射性はいいかな。じゃあとりあえずこれで、でどうしようかな。一旦あそこに行きましょう。あ、こっちじゃない、逆だ。商店街、ジャンク屋にちょっと寄らせていただきます。15,000あればなんか買えるはず。はい、どうしようかな、これ買いましょうか。アーマードボディ、ありがとうございます。お、ハイパワーライザー、欲しいなターボチャージ SP、 ターボバッテリー、ちょっとパーツ装備を考えましょう。マシンガンバースト、弾数3、連射1、射程が落ちるのか。射程が落ちる、射程1ぐらい必要ですよね。マシンガンバーストともう一つぐらい何か。ちょっとパーツ売ります。あ、アイテムはダメ。スナイプユニットはいらないか。パワーライザープラスもいらないかな。ラピッドファイアもいいかな。じゃあこの状態で
じゃなくてアーマー強化パーツ。あー、これもあったのか。買っとけばよかったな。どうしよう。じゃあまずは何が買える。パワーライザー SP っていうのはどうなんだろう。いいかな。とりあえずアイテムは買わないとして、アイテムじゃない、パーツは買わないとして、こっち買いましょう。エクストラパック、まあこれでちょっと、こっちじゃないね、HP を8個分回復してくれますね。危ない、装備し忘れるとこだった。アーマードボディはこの先の戦い必要になってくるでしょうね。なんか話聞くと何かあるかな。装備できそうなものを見ていてくれよ。ありがとう。サブゲートを調べてるんだって。じゃあ永久免許を持ってるんだね。僕も免許があればサブゲートとメインゲートのつながりを調べるんだな。しかしこの店なんでこんなに暗いんだろう。ムード出てるけどさメインゲートっていうのはまあ先に言ってしまえばあれですね、ラストステージですふがふが。あ、このおばあちゃんあれか、入れ歯落としたのかな。ダンボールを調べた。空っぽだった。はいはい。あれ、入れ歯ってこの辺に落ちてなかったっけ。ないか。おっと危ない。2回調べたもんな。ないか。入れ歯確かこの辺に落ちてたと思ったんですがね。勘違いでしょうかうるさいね。じゃあまあ時間的にちょうどいいので、今回は本当に探索とお買い物になっちゃいましたけれども、この辺にさせていただきたいと思います。ナイスシュートボーナス2000ゼニーありがて。さてと、この時点でプレイ時間2時間20分、ゼニーが3960ですね。ではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。